それでちょっともう一回蒸し替え s とで恐縮ですが例のエマニュエル大使のことについて関連で共同通信の世論調査で日本国民の 71%が同性婚の合法化を支持している、国民は時代を先取りし、未来を見据え、誰もがその一員となることを望んでいる公明党幹部による結婚の平等を求める発言や、経済同友会の取り組みは結婚の平等に対する幅広い指示があることの表れだ、日本は誰かが作った未来による道を決められるのではなく、 未来を自ら形作るために前進する準備が整っているとごめん長いこと今言ったのは大使の3日のツイートなんだそうですこんなことはだって他の国の大使でいろいろ言われる筋合いはないですよね。日本の筋道は道は自分たちで決めますよと。 でね、僕はけしからんと思うのは、エマネル大使は岸田さんも茂木、えー、幹事長も林外相も、それから公明党の山口代表、その他みんないろんな人が会ってるはず,はずですが、おそらくですが、一人としてエマネル大使に、それは違いますよと、それは、ね、あなたは謁見行為で内政監視セですよと言い返した人間がね、多分一人もいないはずなんですよ。それは山口さん言うように もうそということはエマリオンさんは大使じゃなくて総督か何かかと日本,日本国日本に対する、えー、総督のお立場としてものを言ってんでしょうかという思うくらい高飛車だしね日本は核あるべしと偉そうに言ってるといやいやこういう駐日米国大使っていうのは私も長いことを政治部の記者で言ったけど 私のには記憶全くないですよこんな人が今までいたかという。だから一人,人でもいいからそれあんた違うでしょってんで言い返さないのかっていうのは本当に不思議なんですけどこの辺りはどう,どうなんでしょうかもも全部賛成しててるっていうの,もあの例えば先ほどのツイートでエマニュエル大使が。 名前を挙げてるのは経済団体、経済同友会とか、あれも経,経団連の、うん、経団連の戸倉会長がそもそもかなり早い2月の段階で、えーえー、アメリカ大使館に呼び出されて、はい、その直後から日本で差別禁止法がないのは恥ずかしいことだという、まあ、経済団体のトップとしては最も信じがたい発言をしているのは戸倉という人なんです,よあそうですね、はいうん。それから同じ、あるいは戸倉、 経団連の会長よりも早くに、この関係でエマニュエル大使に会ったのは、これは山口夏夫公明党の代表なんですね。ええ、これはもう2月7日に、アメリカの LGBT 担当特使のジェシカ・スターンという女性が来た、はい、その日に大使館に行って、もうまるで、まあ、属国のね、もう、例えば、 ダグラス・マッカーサーに対して、媚びを売っていた当時の日本人のような卑屈な笑みを浮かべて、握手をしている、この人たちが言ってるじゃないかとエマニュエル大使が言ってるというのは、エマニュエル大使側としては、これを推進する側で、自分が懐柔した日本側の売国度の名前を挙げてるということなんです。 ということを約束させられた例えば、戸倉さん、あるいはあの山口那須夫さん、それ以外にも、はい、例えば維新の馬場さん、はい、それから、えー、もう自民党で言ったらも閣僚クラスだったら、例えば松本総務大臣とか、はい、西村康稔経済産業大臣とか主要閣僚が次々と今に対して会っていて、しかも LGBT の話を聞かされているわけですね。 だからこれ選挙で意を問うのが、これ、全く政治じゃないですか。要するにねあの、私はエマニュエル大使という人は、ある意味で言えば愚かな。はい、それから、えー、なんていうかな、もっとうまくやるんですよ、大使は。日本のことを属国だと思っていたとしても、うん、こんなことを露骨に内政干渉してくる人ははっきりばかなんですね。ただ この人がエマニュエル大使を暴走させてるのは、実は日本側の卑屈な属国根性、これによってエマニュエルとは、じゃあ日本ってこんなこと言っても平気なんだと、うん、じゃあ自分が日本の法律、日本の内政を変えてやるぐらいな、うん、もうエマニュエル大使を増長させていたのは、そういうことですよね。うん えーっとね、どうしますかね、これ,こればっかりやってもい,いけないと言いながら、私はその中で、えー、ガナハマサコさんが FOX ニュースに出演して発言したことを非常に高く評価してるんですね。これ、あ,あ,あるア,ミアミさんという方が、えー、ガナハさんがあ、もちろん英語でやり取りしてたんですけど、そのガナハマサコさんの発言を。 過剰書きにまとめてくれたの、ざっと言いますけど、えー、1つ、日本はエマニュエル大使に怒っている、2つ、日本を破壊する米国大使は不要、3つ、日本文化はあと欧米文化は違う、4つ、欧米の LGBT 押し付けは日本のマナーに合わない、5つ、日本をダメにする前にシカゴを何とかしろ。 とといいう,うなことを書いてらっしゃるけど私はねあのガナンさんは2020年の大統領選挙の時も1人でワシントン DC に乗り込んでいって100人もいる日本,日本の大手メディアのワシントンと会員も書かないようなことをどんどんいろんな情報を発信してくれた本当に優れたジャーナリストだと思いますけど今回のことでもですね、えー、FOX ニュースから声をかけられて。 いい、えー、いろいろ答えているそのフォックスニュースだから、まあ、どうだというわけじゃないんですけどアメリカであエマニュエル日本でそんな悪いことしてるのかということは結構広がってるっていうのはねかなりこれ重要なことだというふうに思うんですよそれで山口さんが知ってる限りでいいんですがシカゴ市長時代に相当悪いことしたう々ぬんっていう一般論で書かれてるけど実際にな何をやったかなんかご存知ですか どんなことしてた彼は私が TBS でそのワシントン支局長をしていたオバマ政権時代には、はいえー、最初は彼はあのホワイトハウスの首席大統領補佐官だったんですね。補佐官の<で>はいはいはい。なるほどい,いわゆるもうホワイトハウスのトップと言っていいトップそうですよね、はい、ところがこの中で彼はさまざまな人に。はい まあ喧嘩を負ったんですね議まあ党派的な発言が多かったんですけれどもどちらかといえばあ保守的な人に対して、えー、まあ喧嘩を売りまくって、はい、それであまりに傍若無人な対応発言を繰り返したので<え>、えー、彼は映画でいうねあのシルベス・タソロンの『ランボー』って映画がありましたね。 あのもう気にならないことがあったら、もう体に巻いたこうライフル銃を撃ちまくるみたいな、はい、あの印象で乱暴というあだ名をつけられたんです、ね。あそれで乱暴ね。それで、それはその、まあ、そ,そのお政治家として、まあ、極めて好戦的な、はいえー、立ちとだったんですね。で、えー、はっきり言ってオバマ大統領は、その彼を持て余して、なるほどクビにしたんです。 なるほどもうそ政権にマイナスになるからと。うん、で、うん、その時に副大統領を務めていたのが、これ、バイデン、今の大統領ですから、だから彼らはその、要するに、えー、何にも役職を与えないと、政権の批判を激しくする面倒な人物だけど、うん、政権の中枢に置いておいたら、政権維持のマイナスになるということで、名誉職としてはね、アメリカの政治家、うん にとっての日本大使というのは、実はもう、ある意味で言うと、最高の栄誉に近い部分があるのでそうでしょうね。はいうん、だから、はっきり言うとね、厄介払いのような形で、日本にやってきたんですよ、平和、うん、政権発足後、長い間は決まってなかったね、共和党の時代、ハ、うん、ガティ大使の後、長らく大使不在だった中で、ワシントンに置いていくには危険すぎるからといって、うん、えー よく、まあ、日本に追っ払われたというの、ね、うな、ん、ただ、えー、彼にはその日本に対する敬意も、あれ内政には干渉してはいけないという、大使としての、まあ、最低限の、まあ、入り口でのマナー、敬意みたいなの、全くないまま、はいあ、日本社会を破壊するということについて、えー、大っぴらにそれを言うという意味において、 彼はあるる種の目的を背負ってきてるんですねなるほどね。うん。これは彼は民主党の中の特にジェンダー政策ではもう単な、まあ、求心左派と言われてる人ですから。はい。だからこそ民主党の中でも彼に対する批判っていうのは未だに強いんですね。なるほどなるほど。うん、ただそれはそのアメリカの中でもめてもらうのは勝手だけど、ええ、日本のジェンダー政策に何でアメリカの。 大使が口出すんだよという意味では、これ、うん、はその総理とか閣僚とかあの、政府のね、あるいは自民党の幹部が、いや、それは無理ですよと、うんで、日本のことは日本で決めますと、その一と言は言えないのが岸田総理だってこと、ねうん、そうですよね、うんまあ、その辺のことがまあかなりの程度明らかになったということは非常に良かったと思うんですけど、ただ、 G7 サミットまでにということを本当に岸田総理やろうとすれば、5月18日までもう日にちが何日も残されていない、これから衆議院、参議院、委員会、本会議と考えたら、本当にこれ、強行採決で突破する以外に道はないと思うんですが、山口さんはどういうふうに見てますか、それでも岸田総理はやれということで、やらせるのか、いや、もうこれちょっと無理なんじゃないかというふうに多少。 を考えているのか、まあ、推測でいいですから、どんなふうに見てますか法案の扱いとしては、まず自民党の中で、これ、まあ、そのそれいわゆる自民党の部会と、はい、それからその先にある総務会を通さなきゃいけないです、ね、そと、ね、その時にやるやり方というのは、はい、議論が紛糾している中で、委員長一任というのを取れるかどうか。ははい、はい、あこれはね なるほど。うん、というのは、なぜかといえば、こんなその自分の内閣支持率を下げかねない、はい、自民党の鉄板保守層を丸ごと的に回しかけないものを、2>, うん、まあ2月6日にやるといった段階で、ある種の覚悟がある,あるはずなんですよ、いは,はい。はい、でそれは私はもうエマニュエル大使、あるいはバイデン政権にやれと言われているから、うん、それ以外の動機はないはずなんですね。 だとすれば、それをやりますと、切っちゃってるはずなんですよね、うん、アメリカに対して。うん、だとすれば、もう、委員長一任を僕は取り付けに来るんだと思いますよ。なるほど。だから、これだけ、はいうん、要するに岸田という日本の総理大臣が、日本を取るのか、うん、アメリカを取るのか、はい、今彼は悩んでると思いますよ、ね。なるほど。うん、うんん ただその手続きにおいて、例えば統一予選とか、国政選挙の時には一切これを問わないという、まあ、ある種、有権者はバカにした対応している段階で、はいはい、彼はもう国民は騙されだと思うん。僕は日程がタイトだと言っても、通していく手続きは可能ですから、うん、僕はそれ、まあ、野党がだらしないのもあるけれども、うん、え強行を突破してくる可能性が高いと思ってますね。 まあそれで強行採決突破してきて、そうすると、G7 サミットで倍でもやってくるわけですから、やりましたよと、一応報告したいんでしょうね、そういう意味からするとね、岸田さんはね、あなたがおっしゃる通り、私頑張りましたよと言いたいんでしょう、これはね。